ボレッラは、スリランカの都市コロンボの一地域。市の東側の内陸部に位置する。住所表記の地区番号は、コロンボ8。ボレッラは、市の東部の主要な幹線道路が交わる地域である。市の西部コンルピティア地区から伸びる、a 霊道路は、シナモンガーデンズ地区を経由して、ボレッラ地区を東西に貫いている。 道路を東に進むと、スリジャヤワルダナプラコテのラージャギリヤ地区があり、さらに国会議事堂方面へと続いている。また南北に加え北西南西方向に向かう大きな道路もこの地域を通っている。ボレ・ッラワタ文化が共生する地域である。シンハラ人とタミル人が多数派であるが、その他バーガー人やスリランカムーアといったマイノリティも居住している。宗教についても、仏教、 ヒンドゥー教、イスラム教、キリスト教や、その他様々なものが混在している。ボレッダには、ボーラカナってセメタリーと呼ばれる、複数の宗教に対応するコロンボの主要な墓地が存在する。この墓地は、三本の幹線道路が交わる、大きな交差点沿いに位置している。この墓地が設立されたのは1840年のことで、イゴ市内の各宗教の共同墓地として、 広く用いられている。墓地には二度の世界大戦の犠牲者を弔う専用の領域も設けられている。また仮想場が併設されている。20世紀を代表する SF 作家の一人であり、半生をスリランカで過ごしたアーサー・シー・クラークはこの墓地に埋葬されている。ありがとうございます。